それでは本文に入ります。タイトルは女三の宮の効果。<laughs> 女三の宮皇族。光源氏は家臣になります。ですからこのように降りてくるという言葉が使われています。光源氏は家臣の扱い。で、あと皆さんにもぜひね、このように今から私がやるように本文を書きながら考えていく。そういうような勉強を強くお勧めします。一緒に書いていきましょう。えー、書く手。書くは大丈夫だね。 このようにってことです、このようにして、キサラギの2月の14日に確認しておきますけど、旧暦ですからね、今から、今よりも1か月か2ヶ月1か月半ぐらい遅いので、2月の14日っったら、3月終わりぐらい、春竹縄。 梅輪が満開で桜の花がちらほら咲いてくるかなってそういうちょっとあったかい時期です。えー、かくて2月の14日に「須イ院の姫君」一回一回確認しておきましょうね「須イ院の姫君」というのはこの女さんの宮のことです。 姫君六条院へ六院というのは客中にもあるからな,ないかな光源氏の住みかのことですねだ光源氏のところにということです光源氏のところに渡り保うこの文章大体の紫の上紫の上にも光源氏にもこの女さん三宮にすべて 敬語が使われているので、そこら辺が少し大変ですね。え、ですが、ま、しっかりと主語が何かを確認しながら読んでいきましょう。え、六条院へ、まあ、この世作院の姫君、女さんのみでいいですよ。が、光源地のところに渡る。渡るは移動するとかいう意味ですが、移りなさった。移るっていうか、もう、お越し入れなさった。お嫁に来るからね、お越し入れなさった。あるいは、下りなさった。そのような役でもいいでしょう。